真っ黒になったね。真っ黒になってるね。すげえ。え？どれぐらいの人がこれをこう記憶して懐かしいとか、あ昔こうだったとか言ってくれてるかね。ねえ、うわ、ただね、もうね、うんこちゃんのせいでコメントがちゃんと読めないよね。白くなってます。そうだよ、真っ黒じゃない。真っ黒じゃないよね。じゃねえな、これ。あのさ、リニューアルしたんだけど、これが今後も続く？今後も続くとなると、これコメントが主役とか言ってる場合じゃないよ。コメントが読めないんだもん、だって。うん、あーしか読めないもん。いいな、これ。このままあーだけ言う、1時間。ということで、実はですね、この10月10日月曜日から、この夜7時の、池袋のニコニコ本社から生放送でお送りしているニコラジリニューアルスタートということになります。よろしくお願いします。お待たせいたしました。もう見てください、まず人数が今まだ3700人なんですけど、すでにコメントが人数の量を超えております。ほら、おかしい。この珍現象、怪現象、すべてこいつのせいです。お行きましょう。来るのか。今日からいるのか。アシスタントが変わりまして、はい、月曜の担当はうんこちゃんこと加藤純一。どうもよろしくお願いします。しかし映らない。いやー、こんばんは。もう今日からニコラジ月曜日と水曜日のアシスタントを務めさせていただくことになりました、加藤純一です。よろしくお願いします。いやー、すごいね。あ、もう外側から拍手もね。あ、嬉しい。すごいですよね。ねえ、長い人生の中にうんこに対して拍手する人なんて僕初めて見ましたよ。いや、いいっすよ、いい経験ですよね。いい経験、いい経験。うんこなんてな、出したら流して終わりでしょ、だって別に。そんないい経験じゃないですか。いちいちうんこに拍手してたら大変ですよ、もうこれ。いや、でもやっぱすごい、コメントすごいですから、ね。いや、嬉しいですね、すごい、真っ白になっちゃって。いや、本当にね、ついにまあちょっと始まりましたんで、意気込み聞きましょうか。ちょっと真剣に意気込んでいいですか。あの、僕は山田さんのように流暢に喋ることもできないし、セイラさんのように絵上手に描けないですけど、まあ、普段通り頑張りたいなと思ってます、うん、皆さんよろしくお願いします。それ意気込み？はい。なんかもっと決まったこと言った方がいいか。普段通り頑張りますってのは意気込み？いや、意気込み、いつも通りにやるのがやっぱ一番かなっていう、うん、じゃあいつも通りじゃ意気込んじゃダメじゃん。まあそうですね。そうでしょ。まあそんな意気込んでないですね、うん、フランクにやらせていただければなって思ってますね。あ、はい、あ、今ちょっと今ボリュームちょっと上げたよ。やべえなっていう、ね、ちょっと意気込んだね。意気込まないでよ。意気込んでいきたいなと思います。ちょっと僕も何言ってんだ。ダメですよ。見てごらん、うんこちゃんのファンが今日見てんだから、うんこちゃんが喋るところ聞きたいんだよ。そうだよね。ちょっとじゃあ頑張って、俺も喋ろう。そうでしょ、うん、なんかずっと来てんだよコメントで も、 もう山田喋りすぎだとかね、まだうんこちゃんに喋らせろとか。だからもううんこちゃんが喋ってよ、もう。うん、じゃあ今30秒あげるから。マジっすか、ね、じゃあいきますよ、皆さん、はい、うんこちゃんのね公開演説、はい、ね、始まります。30秒用意スタート。いや、皆さん、苦節7年僕はですね、24歳からニコニコ生放送ユーザー放送でちょっと一人で頑張らせていただきましたが、ついになんとですね、この晴れ舞台に立たせていただきまして、一人ね、お客さんが拍手してくれてますけど、お前なんか待ってねえよっていうね。 ありがとうございます、ありがとうございます。皆さん、なんでちょっとね、苦労もあると思いますが頑張りますんで、どうぞ本当よろしくお願いします。いずれはね、もう本当に山田さんのようなね、うまい喋りができるように本当にしっかり吸収していきたいと思ってます。ちょうど30秒じゃないでしょうか。シーンって。ちょっと涼しい。おい、初日から俺涼しいかかってるよ。ちょっと30秒、ちょっと台本通りやりましょうよ。俺も台本しか見てねえんだから。30秒、台本通りやりましょうよ。そんないきなりなんかアドリブやらせろみたいじゃなく、台本通りやりましょう。台本通り、台本なんかないよね。もう台本しか俺はもう読まないんで。ねえ、いいよ、じゃあ台本、ちょっとマジできないっす、マジできないっすよ。俺はあまりを見たでしょ、みんな。ダメって台本。ダメ。もう僕は本当に朗読ですよ、もう僕なんか。じゃあ行きますよ。さあ、じゃあね、これを食べてもらうのはやっぱりアシスタントの、まあ、手腕を見てみようじゃないかということで、今回はうんこちゃんに食レポをしてもらいたいと思います。ちょっと任せてください、ね、もう食レポといったら加藤純一となってるんで。さあ、今日はね、うんこちゃんのファンも多く見てるからね、俺コメント拾っとくからね。これも言っちゃっていいんですか、うん、まずはじゃあ、皆さんがまず何からいくの、作られたという、うん、カレーをちょっといただきたいと思います、うん、やっぱりあのね、映像が映ってないんで言葉でしっかり伝えたいなと、うん、じゃあいただきます。うん、美味しい。ありがとうございます。いや、これね、山田さん聞いてくださいよ。なんかね、変な俺みたいなもんがね、変になんかこれ口の中で広がって、あだこうだというよりやっぱシンプルに伝えたかったんですよ、うん、なるほど。これは、うん、うまい、本当に。なるほど、うん、これお肉、何のお肉なんですか。エゾシカ。これエゾシカ食べたことないから、エゾシカ行っていいですか。ぜひお願いします。北海道ってエゾシカ有名なんですか、うん、そう、いっぱいいますよ。あ、そう、今やもうジビエとしても本当にね、はい、
可愛がるというよりは食べる感じなんですか。そう、元々その、まあ、天敵でもあるから、はい、ある程度、まあ、言ってみれば捕殺しなきゃいけなくて、はい、まあ、それを、まあ、そのまま殺してね捨てるのはもったいないだろうということで、今食文化にもちゃんとしようということで。なるほど。そう、ちょっとじゃあいただきます。ああ、なるほどね。あれですよ、これ江戸鹿なんで笑ってるんですか江戸鹿のお肉は、うん、牛肉だ。牛肉に近いですね。いや、だったら牛肉だだったら牛になっちゃうじゃないか。いや、近い。なんだよそれ。牛肉に近い、うん、なんかちょっと赤身みたいな。食べたことないんだろ。食べたことないですね。初めて食べてんだよね。初めて食べましたね。言えるわけねえじゃんそういうフォロー待ってました僕は人間として初なんだから食べてるの。美味しい、本当に美味しい、本当に美味しいです。これこれ、ね、いいっすよ。俺も後で食べますちゃんとごちそうになってるんで。ちょっと俺ジュースも言っていいですか。うん、ぜひぜひお願いします。これ、うん、なんか、まあ、正式に言うとジュースじゃないから ね、ジュースというのは果汁じゃないと言ってはいけない言葉だから、ドリンクとしか言えないんだよ。これ失礼しました。これ飲み物じゃあ、うん、言葉は使うんだからどんどん学んでいきなさい、はい、公開ダメなしだね。二度とジュースと言わないようにジュースじゃねえ。それは山田さん、あの、うん、ほんま終わってからにしてくれ俺どんどん動揺してどん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 喋れなくなるんでやめてください。ちょっといただきます。飲み物いただきます。特製いいね。これはね、くるぶしさんのやつ、青いやつ、一番右の。俺ね、何を隠そう、甘いもの大好きなんですよ。スイーツ男子。いただきます、うん、まずクリームからいったね。ああ、そしてほう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 下のね、うんうん、そしてもう一度クリームも食べて、うん、多分今あれ言葉が浮かばないから、まあ何杯か飲んでるんだろうからねこれはですね、うん、あ、来た。なんていうのかな、夏に飲みたい感じですね、うん、え、じゃあもうこの時期お前この時期にメニューで出した何、その3人をディスってるかな。違います。これはやっぱ来年まで続けよう、続けようっていう多分皆さんは長期的に考えてないでしょ。まだやっぱ長期的に考えて、夏まで、来年夏まで最初の一口目で夏に飲みたいもんですねお前さ大丈夫なのかお前、まあ、じゃあ来年まで頑張れよって。メッセージ、メッセージですよ。こいつ大丈夫なのかメッセージ。これは今素晴らしい、ごめん、今お前らが人気ある、俺お前らが人気ある、逃げるような採用したのか俺今頑張ったよな。今大丈夫なのか。頑張って、いやでも美味しいです本当に、甘いも大好きなんで。これすごい美味しい。ほらちゃんと来てるぞ。もうヨコちゃんのファンなのに山田すまんって来てるぞなんかまあまあ、ありつつありつつやりましょう。ありつつありつつそういうのありつつありつつありつつやりましょうよ。で美味しいです本当に美味しい、はい、まあ、そして、はい、これを食べたり飲んだりしてくれたら、うん、もう一個ありますん。あ、まだ、あ、ちょっと俺これ気になったんですよ。デザート、これはなんて表現すればいいんですか。これはタルト。俺ね、デザートの中でタルトが一番好きなんですよ。だとしたらなんで見てすぐタルトって分かんないまあ、言葉の前の言葉が分かるから何なんだ。言葉のあやですよ、それは俺の、ね、加藤純一のゴロ、あ、マッシュルームが上に乗ってんだマッシュマロでマッシュマロで知らねえ、マッシュルームマシュマロ変わんねえだろうがよ。見てねえんだからさ、黙ってりゃいいんだよ。ラジオだからって嘘つけたよ。分かんない、やめて、大丈夫、分かんないから。キノコ乗ってんだと思うから分かんないけど、大丈夫です。マッシュルームマシュマロですよね。僕あの千葉出身で、ちょっと若干ちょっと硬くて食べれないです、ごめん。あ、ありがとうございます。硬いマシュマロってなんだよ。まずはじゃあこの マシュマロ、マシュマロって言うんですね、マシュマロから。あ、なるほど。これ焼き目つけてね、甘みが出るんですよね。これ誰が考案したんですか。やるね、うん、ありがとうございます。すごい、うまい、おいしいうまいですね、おいしい、うまい、おいしい、うまい、おいしい、うまい、おいしい。やっぱね、甘いスイーツ男子今増えてますから、これは相当需要があるんじゃないですか。女の子だけじゃなくて、男性にもすごいおすすめできるような、本当に甘くておいしい。お、甘すぎず、評価高い。ぜひ14日までなんでね、皆さん来てください。これはい、頑張ります。あ、どうします、最後にスタジオ映します、それとも映しません。なんかちょっとコメントで見て決めましょうか。ユーザーが見たいのか見たくないのかも。だからラジオなんてね、所詮は。あ、そうですね。ね、そのまま映してほしいのか。映してほしいのって。映せ、映せが多いね。あ、あのね、僕ダメ、あのね、上から言われる言葉にすごくね深いのをしますので。映せとかだったら絶対映さないですそうそうそう、映してくださいとか、映してほしいとか、ね、映ったらいいなとか、そうそうそう、徐々に徐々に変わってきた、どん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 変わってきてますね。あ、さすが、分かってるな。ここはね、気持ちだけでもそう書くべきだよ、うん、それでも変えないような、映せ映せみたいなことをね言ってるようじゃね、全然ダメダメ。そこはいいね、嘘つけばいいじゃない。そう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 、あ、なんだなんだ、いいよいいよ、ちょっとね、うん、そう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 、あ、純だけ映せ、なるほどなるほどなるほど、やだよ、なんで俺なんだよ、なるほどね、やだやだ、じゃあ純だけで終わるから、ちょっとやるよ、なんでそれ、それ可能ですね、それで納得するんだったらね、うん、分かった、だから俺今映せ映せって言われたんで、俺は映りたくないんで、こういうコメントには、分かりました、なので純だけ映して終わり、引き上げましょう、ね、うん、それだけでいこうか、これね、正面の360度だけ、
なるほど、じゃあこれでいきましょう。明日もよろしくねということで、ニコラジはまた明日夜7時にお会いいたしましょう。ここまでのお相手、山田久志と加藤純一と、セラミカルでした。ありがとうございます。一瞬じゃねえかよ、もっと映してくれよ。俺が一瞬だ。一瞬じゃねえかよ。